組目、ボケっぱなしの峠道連続カーブの登場です。はい、どうも、それだけね、連続カーブです。俺たちロック、ウィーロック。もう待ったからね。もうそれ待ってるから。今回はやばいよ、本当やばいよ、これ。カーブさん、カーブさん、餃子大好き。餃子がね、大好き。大ちゃん餃子が大好きでね。餃子のタレを垂らしちゃったんですね。これで王将に4時間いたっていう。で、まあ私もね、餃子だけが好きなわけじゃないんですよ。はい、最近さ、なんかかっこいいバンドないかなと。これどっかで聞いたことあるネタですね。これね。いや、ない、ない、ない。まさかよ。ないよ。前回ダメだったかって、これ元戻りましたね。オリジナルだよ、オリジナルだよ。いや、なんかかっこいいバンドないかなと思って、インターネットのウィッキーで、ウィッキーね、その英会話 の先生だよね。あんなものすごいかっこいいバンドを一つ見つけてしまったんですね。皆さん、バンヘイレンって知ってます？ものすごい有名だよね、世界的なモンスターバンドで。バンヘイレンについて今日は調べてきた。バンヘイレンについてね、調べてきた。ちょっとだけお話しさせていただきたいと思います。バンヘイレンはですね、1976年に、兄弟 のエディとアレックスで、工藤兄弟、あ、千原兄弟、千原兄弟、どっちもいいで、結成されまして、その後、ボーカルのデブが入ってきたんです。デブね、そんなデブじゃないからね。だいぶデブだったんですけど、で、その後、歌って踊れるベーシスト、マイコーが入ってくるんですね。まあ、そんなマイコーって呼ばないけど、普通にマイケルって呼ぶ。で、その後、1976年では、キスの、さっきやってましたね、キス、うん、キスのジーソ・シモソズっていう、うん、そうって呼んでるからね、ジーン・シモズね。その人のバックアップを受けて、デモテープを作るんですね。おで、そのデモテープから、まずは、キンクソっていうね、キンクスね、またウソって呼んでる、ユーリアリガチ、汚い名前になっちゃう。そのカバーをするんだけどね。で、そのアルバムが入ってる、炎のファイターっていうね、炎のボーカルで、それ猪木ボンバイエの放題だから。で、そのエディっていうのがですね、ギターがね、ものすごくて、なんていうんですか、マジックハンド奏法、ライトハンド奏法、それでね、もう一躍ギターのですね、ヒーローになるわけですね、これが。でね、まあ、そんなこんなね、バソヘイレソなんですけど、ね、バソヘイレソね、まあ、ね、そんなそばヘイレソなんですよね。逆にした業界、いや、そば職人なんですよ。全然違うから、それさ。で、まあ、そんなこんなでありまして、その後ですね、アルバム、O157 っていうのを出すんですね。O U 8 1ね、もうなんかお腹痛くなっちゃう、そのアルバム。まあ、そういうアルバム出したんですけど、で、そのもう、あとですね、デーブ大久保がこう辞めちゃうんですよ。大久保いらないから、デーブだね、それ。デーブ大久保辞めた後に、また出たら今度は、1980に出た090-1984、090いらない、携帯じゃないか、1984っていうのが出て、その後、そこからですね、ジャソプ、ジャンプね、パロマ、それガス湯沸かしてる。さらにはホットホーチーちゃんっていうね、ホットホーチーちゃんね、ヒット曲をどんどん出すわけですよね。で、その後ですね、51、50、50っていう、50ちょっと余計だよね、ちょっと多かったね。いや、まあ、その後初のライブアルバム、ライトヒア、ライトナー、スーパーライト、スーパーライトだね、毎度セブンになっちゃう。ちょっと軽めの曲をいっぱい入ったやつが入ってるんですけど、で、まあ、そんな中で、今度はボーカルがまた変わりまして、エクストリームゲリシェロンっていうのが、すごいゲリみたいになってる。まあ、体操エクストリームのゲリシェロン、大体出てましたね。そこ詳しく言わない。まあ、そんな場、今日は、バンヘイレンって言っちゃいましたね。ほんのおさわりしか紹介できませんでしたけど、ぜひ皆さん、ナイトレンジャー覚えて帰ってください。どうもありがとうございました。